シちゃんたち、どこ？何も見えなくて、怖い。国、誕生したばかりなので、視覚情報が発達しきっていません。徐々に見えるようになるので、お待ちください。何の声？あ！ここは、あそこにいるのは。みんな、なんで洞窟にいるんだろう。ここどこなのかな。てか私たちの格好やばくね。なんか角生えてるし。これは執事服かしら。私は巫女さんかな。袴の色合いが可愛い。私はマジ秘書って感じしない？超クールなスーツじゃん。ところで倉田さんは？近くにはいないみたいだけど。もしかしてはぐれちゃったとか？大変！真白ちゃんのことだからきっと怖がってるよ。早く探さなきゃ。みんな、ここにいるよ。ふっ、足元に丸っこい変な奴がいる。何あれ、プルプルして気持ち悪い。ひどいよ、そんなこと言うなんて。あ、その声、シロちゃん？そうだけど。本当に本当にマシロちゃん？え、なんで？どうして？シロちゃん、その姿。ん？さっきから何を。どうやら本人は気づいていないようね。倉田さん、そこの水たまりを覗いてみるといいわ。あ、うん。あれ？なんか歩きにくいような。よいしょ。水たまりってこれだよね。何これ。落ち着いて。大丈夫、可愛いよ。うん、よく見ると可愛い気がする。落ち着けないよ。なんでこんな姿になってるの。理由はわからないけど、なっちゃったもんは仕方なくね。よく見たらマスコットみたいだし、気にすることないって。ひと言だと思って。やっ、今のは奥から聞こえたわね。行ってみましょう。危険じゃないかな。言語を話せるぐらい知能があるということは、コミュニケーションを取れる可能性が高い。何が起きているのか状況を把握するためにも、多少危険を冒してでも情報を得るべきだと思うわ。だね。さっきの話し方だと敵意は感じなかったし、行ってみようか。うわ、何このトカゲ、めちゃくちゃでかいんだけど。ちょっと、トカゲじゃなくて竜だよ。いろいろって何？私たちに何があったんだろう。私たち、魔物なの？鬼とか悪魔は知ってるけど、竜人って。確か竜と人が組み合わさった魔物だったかな。前に読んだ本にそう書いてたよ。そうなんだ。スライムは？何でも食べるゼリー状の怪物。へえ、よかったじゃん、シロ。好き嫌いがなくなって。よくないってば。それにしても竜人か。
ってことは、フースケはこの強そうなトカゲの仲間ってこと？なんかあんま強そうに見えないけど。強いよ、きっと。逆にルイはその通りって感じ。どれだけ完璧にギターを弾いてもいつも文句言ってくるし、マジ悪魔だわ。それはあなたが完璧に弾いていないからよ。どうやらこれで話は終わりのようね。出口を探しましょう。はあ、これからどうなるんだろう。洞窟から脱出成功。意外と早く出れてよかった。ほとんど一本道だったし、険しい道もなかったしね。マシロちゃんは大変そうだったけど。私だけ遅くてごめんね。この姿だとどうしてもうまく動けなくて。倉田さんがその姿になれるまで進むペースに気をつけた方が良さそうね。じゃああっちに行ってみようよ。私的になんか面白いことがある気がするんだよね。何があるかわからないし、もっと慎重に決めた方がいいんじゃない？いやいや、ドラゴンも冒険を楽しめって言ってたっしょ。なら難しいことはなしなし。私に続け。もう勝手なんだから。はぐれちゃった。どうしよう。私のペースに合わせてくれるって言ったのに。こんな姿もう嫌だよ。コク、スライムから人型になれますが実行しますか？実行？あ、本当になれた。コク、私はスキル大患者です。スキルとはこの世界に生きる者が持つ特殊な能力のことを指します。私はあなたの行動をサポートすることを目的とした存在です。そんなのあるんだ。ということは大患者さんは私を助けてくれるってこと？コク、仲間の元まで案内することもできますが、実行しますか？すごい、そんなこともできるんだ。じゃあ、お願いしようかな。コク、案内を始めます。まず、ここから北の方角へ。コク、目的地、ゴブリンの村に到着しました。案内を終了します。ここにみんなが？小屋しかないみたいだけど。あ、シロちゃんやっと来た。あれ、その姿スライムじゃなくなってんじゃん。これはそのいろいろあって大患者っていう。ま、とにかく無事でよかったよ。その格好いい感じじゃん。え？ありがとう。ところでみんなは何してたの？ゴブリンさんたちと話してたんだよ。しばらくここに滞在することになったんだ。ゴブリンってファンタジーの映画で見たことあるけど、顔の怖い魔物だよね。危険じゃないのかな？確かに顔は怖かったけど、悪い奴らじゃないっぽいよ。敵意は感じなかったわね。どちらかといえば友好的よ。食事会にも誘われたわ。お、お皿じゃなくて葉っぱの上にお肉が並んでる。異世界って感じがするね。これお肉を丸ごと焼いただけみたいだけど。でも見た目はなんかローストビーフっぽくね。ほんとだ、すごく美味しそう。こっちの料理は人参を炒めたものかな。わー、こっちの人参も美味しそうだね。さ
それなら私の分の人参食べてもいいよ。ここでも野菜嫌いが出るなんて、ほんとシロはブレないのな。何でも食べられるようになったんだから食べればいいのに。だってどうせなら好きな食べ物の方がいいし。コク、肉をあなたのもう一つのスキル変色者にて摂取することを推奨します。変色者を使用すると食材の元になった生物のスキルを取得できます。そんなスキルもあるんだ。このままお肉に触ればいいのかな。シロちゃん、さっきから独り言言ってどうしたの？独り言？大患者さんに言われた通りにしてるんだけど、みんなには聞こえてないのかな。コク、変色者で肉を摂取してください。このままお肉を触って。コク、変色者の効果によりヘビとコウモリの魔物が持っていたスキルを取得しました。ヘビとコウモリ、もしかしてさっきのお肉のこと？早く言ってよ。変なお肉食べちゃった。コク、取得したスキルを実行しますか？毒斬りか超音波、好きな方を使用してください。さっきからコクコクばっかり。これでいい？紫色の霧が料理をドロドロにしちゃった。これ危険すぎだよ。マシロちゃん、何をしたの？今のはスキルって言って、確かこの世界に生きるものが持つ特殊な能力だったかな。マジ？そんなのあるんだ。めっちゃかっこいいじゃん。いつスキルのことを知ったの？それはびっくりした。ゴブリンさんたちいろいろ苦労してたんだね。私たちに手伝えることがあればいいんだけど。コク、転生前の知識を村作りに生かすことを推奨します。転生前の知識を村作りに？それだ、シロ冴えてるじゃん。この村マジで何もないからさ、ずっとなんか楽しいところが欲しいなって思ってたんだよね。というわけで作ろう、カフェとか服のショップとか雑貨屋。ゴブリンにイメージを伝えて。あ、そっか、さっきイメージとか指示さえあれば何でも作れるって言ってたもんね。そう、だから私たちがこういう感じってイメージを伝えてあげようよ。いいと思う。村が良くなればゴブリンさんたちも喜ぶし、一石二鳥だよ。シロちゃん、ナイスアイディア。私は何も。大患者さんに聞き返しただけなのに、なんか勘違いされちゃってる。よーし、この村をめっちゃヤバいところにするぞ。おお。こっちにはないみたい。マシロちゃん、そっちはどう？こっちにもないよ。ポポクテソウって確か葉っぱの先端が紫がかった白いお花なんだよね。うん、ルイさんが言うには薬の元になるものなんだって。最近ゴブリンさんの疲れが溜まってるから、それで体力を回復させたいって言ってた。ゴブリンさん、建物の建設毎日頑張ってくれてるもんね。だから見つけてこようって思ったんだけど、
なかなか見つからないな。あれ、あそこの木の下にお肉が落ちてる。わあ、すごい真っ赤だね。なんだろう、これ。各前方100メートル先にポポクテ草の生育地があります。100メートル先に。スクシちゃん、こっちに行ってみよう。あ、マシロちゃん、待ってよ。麻袋が1、2、3、6袋も。やった、大量だ。これもマシロちゃんがポポクテ草の生育地を見つけてくれたおかげだよ。でもちょっと取りすぎちゃったね。二人で持って帰るの大変そう。え、狼の魔物？何あの大きさ。私たちの倍ぐらいある。すごい規模。あんなのに噛みつかれたら。コク、狼の魔物の弱点は足です。足の自由を糸のスキルで奪うことを推奨します。この前変色者でゲットしたスキルだね。足を狙って。すごーい。狼の魔物の足を糸でぐるぐる巻きにしちゃった。はあ、うまくいってよかった。お待たせ。ポポクテ草、倉庫に入れてきたよ。ありがとう。ルイさんに報告しに行こっか。わあ、今日もカフェにぎわってるね。お店の前にあんなに行列ができてる。あれ、何分待ちになるんだろう。30分くらいかかるんじゃない？見て、雑貨屋さんも服のショップもにぎわってるみたい。あのゴブリンさん、トウコちゃんがデザインした服を着てるよ。トウコちゃん、いろんなお店の商品のデザインをしてるからね。昨日も楽しそうにカフェの新メニューを考えてたっけ。まさか異世界で私たちの世界と同じお店を見られるなんて思わなかったな。本当だよね。特にマシロちゃんは街づくりのお手伝い頑張ってたから感慨深いんじゃない？そんなに頑張ってたかな。だって街が魔物に襲われた時はマシロちゃんが守ってくれてるでしょ。スキルを使うのも上手だし、こんな才能があるなんて知らなかったよ。それに街づくりに必要な材料を一番集めてるのもマシロちゃんじゃない。まるで材料がどこにあるのか知ってるみたいにテキパキ集めてて、すごいなーって思ってたんだ。そうかな。うん、大活躍だよ。全部大患者さんが教えてくれた通りにしてるだけなんだけどな。何度も説明しようとしたけどタイミングを逃しちゃったし。すごい褒めてくれてるのに本当は違うなんて今さら言いづらいっていうか。でも頼りにしてもらえるのは悪い気しないし、このままでも。シロちゃん、ツーちゃん、こっちこっち。あ、ナナミちゃん、こんにちは。二人とも寄っていかない？広町印の辛いもの屋、今日も大繁盛だよ。立派な屋台だね。まさかななみちゃんがお店を開くなんて思わなかったよ。確かななみちゃんのスキルでいろんな食べ物を辛くしてくれるお店だったよね。そうそう、スキル辛いものでえいってゴブリンさんたちが毎日通ってくれてるんだよ。辛いもの好きがたくさんいてくれて嬉しいな。へえ、ゴブリンさんって辛いもの好きなんだ。あれ、そこにある料理って。さすがシロちゃん、お目が高い。
これは新作辛いもの料理、鬼辛天丼なんだ。ご飯も天ぷらも真っ赤。さすがにやりすぎじゃない？これぐらい普通だよ。辛いもの好きは赤ければ赤いほど興奮するからね。なんだか牛みたいだね。はい、お任せあれ。えい！うわぁ、どんどん赤くなってく。見てるだけでお腹痛くなっちゃうっていうか、こんなの食べたら絶対気絶しちゃうよ。お待ちどうさま、限界まで辛くしておいたよ。あ、ごめん、二人とも、ちょっと席外すね。お店を見ててもらってもいい？うん、行ってらっしゃい。え？ゴブリンさんがそのお魚を食べるわけじゃないんだ。ねえ、マシロちゃん、もしかして森に落ちてた真っ赤なお肉ってナナミちゃんが辛くしたものなんじゃ？ああ、ナナミちゃん、辛いもの好きがたくさんいるって喜んでたよね。知らない方がいいこともあるし、内緒にしておこっか。そうだね。だから、なんで反対するんだよ！今の声って、トーコちゃん？なんか怒ってたね。行ってみよう。二人とも、お店見ててくれてありがとう。って、どこ行くの？待ってー！絶対、美容室を作るべきだって！必要性を感じないわ。なんでわかんないかな？美容室があるとおしゃれできるじゃん。ゴブリンに髪の毛はないでしょ？いや、でも私はよく行くし、作った方がいいって。みんながそう思うっしょ。ほら、作りたがってるじゃん。それはあなたのスキルの影響でしょ。なんかすごいことになってる。またやってる。二人とも仲いいな。ゴブリンさんたちのテンションやけに高いね。もしかして。コク、トーコのスキル心弾むものが発動しています。心弾むものの周囲のやる気を上げる効果により、ゴブリンたちのやる気が上昇中です。やっぱり。もうのんびりしてる場合じゃないでしょ。早く二人を止めないと。でも、止めるって言っても私たちの言葉聞いてくれるかな。確かに、トーコちゃんちょっと熱くなってるしね。ここはツーちゃんの出番かな。私？二人を止められるのはツーちゃんのあのスキルしかないよ。あれをできれば使いたくないっていうか。そうだ、マシロちゃんは変色者で増やしたスキルの中に喧嘩を止めるものとかない？そんなスキルないよ。とにかく何度も説明しているけど、今は娯楽施設を作る時ではないわ。まず優先すべきは生活に関わる設備を全て整えること。あなたもそれは分かってるでしょ。なら一緒に作ればいいじゃん。それで解決じゃね。異なる作業を並行して進めても、どちらも中途半端な進捗になる可能性が高いわ。優先度が高い作業から片付けていく。それが物事を進める時の鉄則よ。いやいや、ゴブリンたちならできるって。ねえ、そうだよね。あれ、みんな、おーは？
デルイの味方を。はあ、スキルを使うなんてずるいぞ。それ使ったらみんなお前の言うこと聞いちゃうじゃん。そのために心沈めるものを使ったわ。これ以上あなたと話しても状況が進まないもの。相手に自分の思った通りに動いてもらえるなんて効率的なスキルね。卑怯だ卑怯だ。相変わらずルイルイの心沈めるものはすごいな。すぐにゴブリンさんたちの心を奪っちゃった。でもなんで自分の思い通りに相手を動かせるんだろう。スキルの効果と名前があまり関係してないよね。もしかしたら正論を言って相手に言うことを聞かせるってことなのかもしれないね。私は諦めないからな。絶対美容室を作る。トウコちゃんまたヒートアップしちゃった。スーちゃんそろそろ止めないと。これ長引きそうかも。わかったよ。二人を止めてくる。トウコちゃん、ルイさん、ゴブリンさんたち注目。なんだよフースケ、今取り込んで。しぎ、やっぱフースケと目が合っちゃった。ああ、体が言うこと聞かない。勝手に拍手しちゃうんだけど。こうなったら双葉さんがスキルを解除するまで身を任せるしかないわね。お見事。やっぱり尽くし合いは強力だね。目が合った人は何をやっててもツーちゃんを褒めたくなっちゃうなんて、ほんとユニークなスキルだよ。ありがとう。でも私このスキルあまり好きじゃなくて、何もしてないのに褒められても嬉しくないっていうか、なんだか複雑だよ。まあまあツーちゃんのおかげで喧嘩も収まったんだから。収まったのかな。もう褒めないで。はあ、大変な目にあった。マジ尽くし合いって最強じゃね。もう喧嘩しないでよ。私だって使いたくないんだから。ルイさん、倉庫にポポクテソンを置いておいたよ。取ってきたの？うん、必要だって言ってたから。手に入れられたのはマシロちゃんのおかげだけどね。森のどこにポポクテ草があるかすぐに見つけちゃったんだから。そう、これで今までと同じようにゴブリンに働いてもらえそうね。町づくりに関して倉田さんにはいろいろと助けられているわ。ありがとう。おー、ルイルイが褒めてる。なんかおかしいんだよな。シロにしては頼もしすぎるっていうか、私たちに頼ってこないのも変な感じするし、なんか裏がありそうな気がするんだよな。それって大変なことになるんじゃ。すごい兵士の数。町の外まで列が続いてるよ。え、魔王って豚じゃん。豚がめっちゃ喋ってるんだけど。確かオークだったかな。豚の魔物ですごい獰猛な性格だったはずだよ。そそのかした。私たちは何もしてないけど。
さか。しっかりして、トウコちゃん。うわあ、スキル。水のカッター。全然効いてない。マシロちゃんの水のカッターはどんな大きな木も簡単に切っちゃうのに。あれ体が動かない。目もぼやけてきて。シロちゃん起きて。ん？あれここは。おはよう。ようこそ牢屋生活へ。気を失っている間に魔王の城へ連れて行かれたみたいね。多分負けイベントってやつじゃないかな。ゲームの中には絶対敵に勝てないイベントがあるんだって。そうなんだ。体力ゲージがゼロになったからゲームオーバーになっちゃったって焦ったよ。この VR ゲーム、先の読めない展開が売りって SNS に書いてあったけど、まさにその通りだね。異世界に転生して冒険できるゲームっていうのは知ってたけど、なんでみんなキャラクターが違うんだろう。ゲームの最初にあった性格診断が関係してるんじゃないかな。ほら、いろいろ聞かれたでしょ。きっとあの性格診断でその人に合ったキャラクターや獲得するスキルが決まるんでしょうね。言われてみればトウコちゃんのスキルもトウコちゃんっぽいし、ルイさんのスキルもルイさんっぽいかも。確かにフースケのスキルもフースケっぽいしな。ぽくない。そんなに褒められたいなんて思ってないから。じゃあ私はスライムっぽいってこと？なんで？さあ、でも変色者っていうすごいスキルもらってるんだからいいじゃん。スキルを増やせるなんてなかなかないっしょ。確かにそうかも。しかも大根女さんっていうすごいスキルもあるし、もしかして性格診断でいい風に判断されたのかな。とにかく体験版をプレゼントしてくれた風助パパに感謝だな。シロが新曲の作詞に苦戦してたから息抜きにって始めたけど、めっちゃ面白い。それでどうするの？まだゲームは続いているみたいだけど。もちろん借りを返す。魔王見てろよ。私もここまで来たらクリアしたい。でもどうやってここから出ればいいんだろう。シロちゃん、何かいい方法ないかな。今までみたいにスキルを上手に使って脱出できない？うん、任せて。なんとかしてみせるよ。心強いな。告、お知らせです。ここからはプレイヤー自身の力で進んでください。え？私は性格診断でゲーム超初心者と診断されたプレイヤーが序盤をスムーズに進行できるように用意されたスキルです。ゲーム序盤で本ゲームの操作に慣れてもらい、中盤以降は自らの力で進めてもらうことを意図しています。魔王城は中盤のフィールドです。以後私のサポートは最低限のものになります。そんな待って、大官女さん見捨てないで。マシロちゃん、どうしたの？実は。今までの活躍は全部大患者っていうスキルの指示だったの？ごめん。何度か説明しようと思ったんだけど、タイミングを逃しちゃって。ほら、私の勘当たってたっしょ。やっぱシロはこうでなきゃ。いろいろ教えて甘やかすなんて
まさに白のスキルって感じするよ。どうやら倉田さんに頼りすぎていたみたいね。うん、シロちゃんごめんね。勝手に持ち上げられて辛かったよね。本当に反省だよ。そんな風に言われると逆に辛い。みんなあれを見て。牢屋の前で見張りをしている兵士の腰、あそこについているのは牢屋の鍵じゃないかしら。あれを手に入れられたらここから出られるかもしれないわね。でもどうしたら。今ご飯の最中みたいだね。美味しそうなものをむしゃむしゃ食べてる。ご飯？あ、そうだ、ななみちゃん、あの食べ物を辛いもので辛くできる？別にいいけど、意味あるのかな。ちょっと味が変わるぐらいだよ。気を失って倒れちゃった。ブクブク泡まで吹いてる。やるじゃん、フースケ。ナイス頭脳プレイ。ゴブリンさんがナナミちゃんの辛くした食べ物を魔物退治の罠に使ってるのを思い出したんだ。そうだったの？辛いもの仲間だと思ってたのに。これで鍵は手に入ったわ。行きましょう。ここどこかな。いろんなところ回ったけど、なかなか外に出られないね。広いお城だね。一体いくつ部屋があるんだろう。ねえ、本当に逃げるの？私的には魔王をギャフンって言わせたいんだけど。今戦うのは得策ではないわ。ちゃんと準備をしてから臨むべきよ。ここにも外に出れそうなところはないね。次行ってみよう。あ、見つかっちゃった。誰にも気づかれてなかったはずなのに、なんで？理由はないのかも。この部屋に来たらイベントが始まることになってたんじゃないかな。早く逃げなきゃ。あ、出口塞がれちゃった。部下を使うなんて卑怯だぞ。正々堂々勝負しろ。ルイさんの心沈めるものを使えば兵士に攻撃をやめさせられるんじゃない？無理ね。私のスキルは一度使うと一定時間使用できない設定になっているわ。そんな。シロ、なんかいい感じのスキルないの？超音波はどうかな。えい！うまくいった。ああ、ストップストップ。私たちも超音波のダメージを受けてるよ。頼むよシロ。ごめん、自分でスキルを選ぶのって難しい。大患者さん、戻ってきて。タバさんの尽くし愛を使えばいいんじゃないかしら。強制的に攻撃をやめさせられると思うけど。それはそうなんだけど。もう、みんな注目。おお、みんな次々と武器を捨てて拍手していく。さすが尽くし愛だよ。はあ、本当は使いたくなかったのに。
間割れだ。いいじゃんいいじゃん、一緒に魔王を倒そうよ。それトウコちゃんファインプレーだよ。心弾むものの効果で魔王を倒すやる気がアップしちゃった。それな、さすが私。形勢逆転ね。これで魔王は孤立したわ。よし、このまま倒しちゃおう。みんな元に戻っちゃった。なんで？告、魔王が威圧を行い、すべてのスキルの効果をキャンセルしました。そんなのありなの？待って、一緒に戦おうよ。やばくね、なんかめっちゃ怒ってるんだけど。スキルの効果とはいえ、味方が寝返ったのは私たちが原因だもの。当然よ。正論だけど、この状況で落ち着いて言うことじゃないよ。ルイルイ、まだ心沈めるものは使えないの？さっき使えるようになったわ。でも効果がないみたいね。興奮状態により魔王のステータスが著しく上昇しています。あなたたちの手持ちのスキルでは一切効果が期待できないと推測します。みんな、大患者さんが私たちのスキルじゃ魔王を倒せないって。マジかよ。モニカだからね、一緒に頑張ろう。でも私たちのスキルは効かないんじゃなかったかしら。大丈夫だって、なんかいい方法見つかるっしょ。みんな、もう抱きつかないの？フーちゃんが消えた。シロちゃん、何したの？変色者で摂取しちゃったみたい。さっき全てのスキルを発動してそのまま解除し忘れてて。シロ、ごめんなさい。コウ、つくしを摂取したことにより魔力を含めた全てのステータスが大幅に上昇しました。現在魔王のステータスとほとんど差がありません。変色者のスキルってスキルをゲットできるだけじゃなくて味方を吸収するとパワーアップもできるんだ。
双葉さんを摂取しただけで魔王が動揺するほど強化された。ということはここにいる全員を摂取すれば魔王に勝てるだけのパワーアップができるかもしれないよ。みんなを摂取するなんてできないよ。それに大患者さんも助けてくれないし、一人じゃうまく戦えないと思う。まあ確かにそんな気もするけど、ダメでもともとじゃん。負けるのはムカつくし、やるだけやってみようよ。そうね、この場で最善の選択はそれしかないと思うわ。私たちの力、シロちゃんに預けるよ。みんな、わかった。じゃあやってみるね。あ、なんか力が湧いてきた気がするかも。国、つくし、トウコ、ナナミ、ルイを摂取したことで膨大な魔力量の上昇を検知しました。またナナミのスキル、辛いものが持つ状態変化の作用により新たなスキルの創造が可能となりました。え？状態変化の作用により、トウコのスキル、心弾むものが持つ対象の熱を上げる効果が炎の効果に変質。炎の効果をつくしのスキル、つくし愛が持つ爆発的に場を支配する効果と統合し、爆炎の効果へと進化。ルイのスキル、心沈めるものが持つ対象を操る効果と統合し、爆炎の効果がコントロール可能になりました。よって新たなスキル、黒き炎を獲得。いつでも使用できます。黒き炎？あ、てか黒い炎がどんどん大きくなってく。どうしたらいいの？コフ、そのままではプレイヤー自身がダメージを受けます。魔王に手を向けてください。あれ魔王がいない。コク、黒き炎の効果により魔王の存在が消滅しました。ということは勝ったの？シロ、やったじゃん！みんな！コク、膨大な魔力量の上昇に体が耐えられないと判断し拒絶したため、摂取したものが吐き出されました。シロの中から見てたけどさ、あの炎マジすごかったよ。大患者の声、私たちにも聞こえたよ。みんなのスキルが合体してできたっていうのがいいよね。うん、モニカの力で勝ったって感じがするよ。みんな、怖かったよ。泣いてる。もう、また私を摂取したいの？そんなことしないよ。めっちゃ理解早くね。ゲームのキャラクターだからそうプログラミングされているのよ。みんな泣いてる。本当に嬉しいんだね。逃げ出してきたくらいだもん。よかった、自由になれて。そんじゃ打ち上げしようよ。早く町に戻ろう。
これで終わり？打ち上げは？したいのなら製品版を購入するしかないわね。戻りましょう。うん、そうだね。あ、楽しかった。みんなお疲れ。トーコちゃんご満悦って感じだね。ヘッドフォン越しでもわかるよ。本当にいい息抜きになったよね。なんか大冒険した気がした。それな、景色がめっちゃリアルでマジで異世界に行ってた気がした。ゲームのキャラクターとも本当に会話してるんじゃって思う時がたくさんあったよね。倉田さん、どう？歌詞は書けそうかしら？うん、いろいろあったけど、ゲーム中にたくさんアイデアが浮かんできたよ。今なら書き上げられると思う。多分だけど。そっか、明日の練習を楽しみにしてるね。じゃあそろそろボイスチャットおしまいにしよっか。うん、また明日。